さあ、今日は調布市の深大寺へ向かっています。由美さん、深大寺は何がありますか？深大寺はお寺さんですよ。はい、何のお寺さんですか？深大寺ですじゃなくてどういうこと？質問の意味がよくわかってないんですけど。いやいや、サスケのお墓参りに行くんでしょ？そうですよ。はい、はい、もうサスケが亡くなって何年ですか？5年が経ちますね。まだ5年？5年ですね。ああ、そうか、はい、ね、僕が一番最初に始めた上野毛にあったふわりという立ち飲み屋の2年目だね、うん、2年目から店が終わるまで店長として本当にみんなに愛されたワンちゃんでした。はい、こんな可愛い顔してます。で、深大寺に、まあ、仮装もね、深大寺でしていただいて、はいはい、なかなかちょっと車を一回ね、手放してから一回僕は歩いて深大寺往復して、本当に足がパンパンになっちゃったのよね。まあね、うん、そうね、ということで、まあ、今日は深大寺に行って、はい、で、まあ、深大寺といえば名物がそばですので、はい、ね、毎回いろんなお蕎麦屋さん入るんですが、はい、まあ、コロナ禍でも、まあ、こんだけ、ね、時間空けば多分やってると思いますので、はい、外もあるしね、うん、まあ、今日30度超えのね、すごい暑い日なんですが、大丈夫かな、うちの子たち2人連れてきちゃったの。そうそう、今日はパテヤと衣をね、連れてきました。一緒にお墓参りしてちょっとお散歩したいなと、まあ、暑かって路面がちょっと暑いようだったら、まあ、抱っこして、ね、うん、というわけで深大寺に行ってお墓参りをして、はい、お蕎麦を食べていきたいと思います、はい。初めてだね、この子たち4人で。そうだね、うん、そう、4人で行くのは初めてですね、はい、はい、衣、衣、まぬけな顔してんね、君。いた。前ここでひまわり買ったよね。懐かしい。今日もひまわり買ってても、ちょっとでもだいぶお花が。ただわかんねえよ。食虫植物だ。ちょっと来年も使う。だから気球だけは咲いてると思う。いいですね。人間が死んでもね。うん、危ない。そっちはダメ。くぐれないから。はい、こっちこっちこっち。はい、元気。はい、もっと上がって。よいしょ。はい、こっち。よいしょ。はい、はい。はい、よかった、いい、上で、遊んで遊ぶから。はい、こっち、そう、はい、頑張れ、あともうちょっと。はい、行こう。はい、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 よっしゃー、行こう。これすごいね。行こう。
点セットも美味しそうだな。セットね、うん、でも見た目がいいよね。はい、すだち。私すだち育ちます。はい、ぼいらっしゃいませ。こちら僕梅おろしそばで。梅、はい、梅とすだちです。はい、あ、お水飲む？この子たち、うん、今いっぱい飲んだけど、涼やかですな。うん、汗だくのね、取られると思ってなかったんでね、ノーメイクなんですよ。いただきます。うん、涼やかですね、はい、ちょっと入っててね、ちょっと入っててねちょっと入っててね。でも嫌なんだね、あなたここね入るの。今分かった分かった、抱っこしてくよ、抱っこしてくよ。それでは安全運転で発車いたします。お願いします。お願いします。車が来ています。よいしょ、よいしょ、出発。どうでしたか？気持ちよかったですね。気持ちよかったね。うん、日差しが強いですけど、風と緑が気持ちよかったですね。うん、なんかなんか、うん、なんか何、いや、あの建屋も衣も自由だったなといいんじゃないですか。いいですね。とりあえずお家帰ります。はい、なんかちょっとすっきりしましたね。すっきりしたね。なかなかね、来れなかったから。そうなの。うん、よかった。